小説家の私に読者の久保さんから届いた一通の手紙。彼女は誰もいない部屋で奇妙な音がするという。全てはそこから始まった。不思議と人が居つかない部屋はあるのよね。ここってなんか曰く付きの部屋とかじゃないよね。現在お住まいの部屋で過去に自殺があったということはありません。ここに越してから変ないたずら電話が起きて。マンション全体？部屋ごとにおかしいんじゃなくて、マンションが建つ前に自殺があった。それなら理屈に合いますよね。一人暮らしのご老人でね。聞こえなかった。自宅漢字って知ってますか？センサーなんです。でも3人ともここにいますよね。사라서는 안 되는 방.